ハニーポップコーンは日本人で結成された K-POP ガールズグループである。2018年3月21日、韓国でミニアルバムビビディバビディブを発売しデビューした。2018年2月26日にツイッターの公式アカウントが開設され、結成時のメンバーである三上優ユ松田ヨ子、桜モ子からも SNS を通してデビューが報告された。 当初は3月14日にデビューし、同日にファンミーティングを兼ねたショーケースを開催する予定だったが中止。結局3月21日にデビューし、プレス向けのショーケースを行った。コンセプトは、はつらつとした要請。グループ名は、K-POP のポップとテーマパークの感覚を込めて名付けられた。ショーケースでは、韓国のコメディアン MC、リンドンが司会を務め、メンバーは、 ビビディバビディブの収録曲すべてをパフォーマンスしたほか、エピンクのミスターチュのカバーダンスを披露した。インタビューでは2017年の夏前にデビューの計画が持ち上がり準備を始めたこと、レコーディングやメガボルト制作、ショーケースなどの費用を三上が自己負担していることが明かされている。また三人とも過去にアイドルとしての活動歴があることも認めた。 ビビディバビディブの公式メガボルトはデビュー3日後に再生回数が100万回を超えミニアルバムは2018年第12週のガオンアルバムチャートで18位を記録した7月7日には韓国で初のファンミーティングを開催戦場的な内容ではないものの19歳未満観覧負荷の判定を受けている当初は7万7千ウォンの入場料を設定する予定だったが メンバーが死費を投じて、無料での開催となった。当日は200人以上のファンが集まり、A ピンクやトゥワイス、キムヒョナのカバーダンスを披露したほか、セカンドアルバムの準備を進めており、メンバーを5人に増やす予定があることを公表した。2018年7月22日に配信サービス、フレッシュライブで新プロジェクト発表会を行い、2019年1月に、 セカンドミニアルバムをリリースすると発表。これに伴い、7月25日よりクラウドファンディングを開始、冠無理番組を制作するという目標が達成され、計3回放送された。8月4日からは、新メンバーの募集を行い、11月2日には2019年のカレンダーを壁掛けと卓上の二種類で発売した。十二月十二日、フレッシュライブの公開放送で、 松田が体調不良と本業への影響を理由にハニーポップコーンからの卒業を発表。2019年4月7日、公式ツイッターで新メンバー3人が決定したと発表された。5月24日からネットでの冠番組を目指してミスターチャレンジがスタート。6月7日の第3弾で、ナコ6月14日の第4弾で、ルカ6月21日の 第5弾でサラの顔が公開された。7月5日にはセカンドミニアルバムデーセスタをリリース。ソウルのジェイラーアートホールでショーケース兼、ファンミーティングを開催した。新メンバーの選考基準について自ら審査に携わった三上はできるできないよりもやる気のある子を選んだとコメントしている。ファンミーティングでは持ち歌6曲すべてを5人でパフォーマンスした。 9月1日からはミスターチャレンジの達成目標だったネットでの冠番組ハニーポップ TV in 韓国が全4回にわたって放送された。所属事務所は株式会社ワンズダブルで一部報道で所属事務所と報じられたキュンクリエイトはショーケースの運営会社である。韓国ではアダルトビデオの制作が禁じられており当然ながら AV 女優からアイドルになった前例もない。 そのため、デビューが発表された直後から、聖画台の国民聖願にはデビューを反対する投稿が相次いだ。特に彼女たちの活動を通して、韓国の若者がアダルトビデオに接することを懸念した2018年3月9日付の投稿には4月8日の締め切りまでに52,592件の同意があった。また公式ツイッターや YouTube チャンネルには、 彼女たちが練習生の期間なくデビューすることに対する批判も投稿されている。こうした事情もあってショーケースは一度中止になり、韓国の放送規制が厳しいため地上波やケーブル TV の出演も難しいとされている。ショーケースでもこの件について記者から質問があり、それに対して三上は温かく見守ってほしいとコメントしている。なお、AV 女優の活動は、 所属事務所との契約があるため並行して続けると、表明。逆に AV を踏み台に K-POP アイドルになりたかった、わけでもないとも述べている。三上優は桜も粉コルカサラ松田よし子ありがとうございます。